手術の適用症例についてというのが出てますが、これについてのコメントはどなたか。はい、今のご説明だと、これ僕らも読めば分かることなので、もう少しニュアンスを説明できる方がいた方がいいと思うんですね。内科に、あるいは外科に、じゃなくて失礼、外科の手術に携わった鈴木先生とか、それから、なんか、外科の手術を、手術所見とか、詳しいことはいいと思うんですけど、ある程度のことを、なぜ全摘したのかとか、リンパ節生どのくらいぐらいまで覚醒したのかとか、そういうこと、合併症ができなかったとか、それはどういうところに、例えば、多分僕は結果なんで分かりますけれども、どんな症例に手術がされたのかとか、そういうことをやっぱり知る、今やったら、ね、外科の先生、その関係の先生に来ていただかないと、なかなか分からないと思います。それは私の印象なんですけど。はい、他に何かありますか。この件は前々から医大にいろいろお願いをするとですね、それはプライバシーの話だとかですね、あるいは治療の部分なのでというふうに説明を受けるわけですが、今その国やっぱり一番知りたいところだと清水先生からもお話がありましたが、この辺は今後どういうふうにするのかって非常に重要なところだと思います。確かにどういう治療をしたのか、どういう対象者なのか、どんながんだったのかというようなことについて、我々この県民健康調査の手を離れてしまっているものではあります。確かに、ただしこれがなければ見つからなかったものだということも一方言えるわけで、これをどういうふうに取り扱って、今後ですよね、今後のことも含めてどうやって取り扱っていくのかというようなことは議論の余地があるのかもしれません。鈴木伸一先生の提出いただいた資料についてなんですが、まず最初に要望なんですけども、やはりこの内容についてはできるだけ手術に担当なさった先生がこの場で説明していただけるように記者等からも要望しておきたいと思いますので、委員の先生からもそのようなご意見があったことも踏まえて対応をお願いしたいと思います。その上でこの内容なんですけども、かなり丁寧にですね、子どもは浸潤が早いので早めに対応するというようなことをやっていたり、かといって取りすぎないように気をつけながら対応されていたりで、内容を見れば治療ガイドラインに沿ってかなり丁寧にやってらっしゃるんじゃないかなという素人考えでは起こってしまうんですが、この辺について専門の先生もいらっしゃいますので、現段階で鈴木先生が行っている手術症例について過剰診断ではないかというような話も出ていたので、そうではないんじゃないかなというようなご意見も含めて、ご意見があれば教えていただきたいんですが、それがお聞きしたいことと、それに合わせてですね、もしこれが過剰診断でないのであれば、今回の発症例についてもですね、スクリーニング効果を考えてもやはり数がかなり多いということも意見が出ています。でまた 0.03% という発症率も、これ仮に日本全国で同じように 0.03% で発症していれば6400人もの甲状腺がんが発症しているというようなことになるので、これを考えてもやはり数が多すぎるのではないかなと思います。で先ほどから影響は考えにくいというような話が出ていますが、それの根拠となる、これが根拠で考えにくいんだということがもし一つでもあればですね、それも含めてご回答いただけたらと思います。いろんなこと言われたのであれですけども、ですね、手術の云々って話は冒頭のその、鈴木先生に来てもらうべきだって話は委員からの意見もあったということはその通りなので、そのように対応したいと思いますし、数が多いとか少ないとかっていう話はですね、我々が今まで知っている知見と照らしてどうこうっていう話でありますので、今の時点で先ほど申し上げた通り、私としては、あるいは私どもとしては、それについて、明確にどうだという見解ではありません。今、見解は変わらないということです。それは過剰診断であったか なかったのかという話については、どういうふうにお答えしていいか分かりませんが、少なくとも手術のことについて何か、清水先生、何かあるのでどうぞ。その意味でも、発言したのは私なんですけども、ですね、私も外科医で今も甲状腺の手術をたくさんやっておりますので、この内容非常によくわかります。で、
見ていただきたいのは、病理の、失礼、術、術式はっていうところ分かりますか、4番目ぐらいのパラグラフ、1、2、3、4番目ぐらい、術式は甲状腺全摘が6例の 6% というところからですけれども、そこのパラグラフのところでですね、まあ、驚いたことは、T1A、PM0M0 が 8%、これはまあいいとして、その後の全症で96例のうちに軽度甲状腺外浸潤、先ほどの質問があった P の EX1 と、これが 39% もいるんですね。でこれはそういう症例を選んだ、手術適用として選あの選の一つとして選択したからだと思いますし、その後、リンパ節転移が実に 74% です。リンパ節転移があるとき。で、P の N0、つまり、リンパ節転移がなかった、P1A ですね、1A でリンパ節転移がなかったのは 8% に過ぎないんです。で、その後の、PEX1 が 39% もある、これは T1 の症例も含まれてますので、これは T3 になりますね。ですから、これは手術の適用だと思いますね。術前のもし、エコーの検査であれば。ですから、そういう意味から言いまして、だからその後の、あと、術後合併症、術後のの括弧の中に、術後出血、それから永続的半壊神経麻痺、副甲状腺機能低下症、これは甲状腺がんの手術 の, 典型的な合併症ですから、これがありません。それから、変異用切除、半分取っただけで甲状腺機能低下の一例もないと。ということで、僕は外科の手術は適切にですね、選択されて、きちっとされているというふうに判断します。先端長の安倍と申します。手術症例の、まあ、公表と、まあ、強制査定をさせていただきましたけれども、一般的な話をちょっと最初にさせていただきますと、そもそもその診療行為、あるいは保健診療等に入った患者さんのデータというのは、学会発表等で発表される場合は、やはり患者さんの同意を持って、その学会等、あるいは学術論文としてまとめたい、その同意を得て、そのデータをまとめて、学会発表で、学会発表する意義というのはですね、学会発表することによって、いろんな専門家のご意見を聞いてですね、最終的にそれに診断治療の方にフィードバックする、まあ、そういう考え方で一般的に学会発表等でいろんな専門家の意見を聞くということなんですね。でそもそも県民健康管理センターは皆さんご存知の通り、この検査のところとそれから治療の分は明確に分かれているんですね。それからセンターのところでは、その診療行為、保健治療等に入った医療情報についてはいる立場にはございません。で当然今回の場合は、まあ、検討委員会県の要請で、担当した、まあ、診療科等に対して要請をして、まあ、診療科の方でそれを対応した。じゃそれはですね、あまりないことであって、それはやはり県民の皆様が甲状腺について非常に関心が高いというところを考慮して、この最大限に出せる情報は全て出してきた。ですから、この学会小録等に相当加えて、データを加えてですね、出されたというふうに考えています。ですから、検討委員会等にもですね、清水和夫先生のように、甲状腺の専門家もいらっしゃるものですから、ぜひその出されたデータについて、清水先生の方からいろいろコメント、あるいは説明を加えていただければ大変ありがたいというふうに考えています。安倍さんにお聞きしたいんですけど、先ほどその検査の結果の切り分けについてお話がありましたけれども、福島県立医大というか県民健康センターの下にはですね、甲状腺検査専門委員会診断基準等検討部会というのが設置されていて、おそらく外部の委員21年と、まあ、協力委員の方がいらして、この検討委員会の前にここに提出する書類というか、まあ、データをそこにお見せして確認してもらった上で、おそらくその手術症例もペーパーを提出して検討されているかというふうに思うんですが、その結果をそのまんまここに提出し、なおかつそこで説明されている方がここにもご報告されるというのが
妥当ではないかなというふうに思います。でその委員会というのは私の中では県民健康センターの下に設置されていて、副センター長の山下俊一先生が座長を務められていらっしゃるかと思うんですけれども、これについてまあ、ここの会、この検討委員会とその部会と比べますと、そちらの部会の方がかなり細かい議論がされているかと思うんですけれども、どういった位置づけというか関係性にあるべきというか、あるのかということと、その省令というのがここの委員会に出すことができないのかというのを教えていただきたい。だってその関連で病理診断コンセンサス会議というのもできたと思うんですけれども、その内容も教えてください。先ほど阿部副学長からお話がありました、まあ、省令の発表については、県民健康管理、ごめんなさい、県民健康調査とは一線を画しているもので、通常診療その他のものであると、それは患者と医療従事者との関係で決まっていく、あるいは医療機関との関係で決まっていくという説明を受けましたし、それについて、あるいは学会発表とはその一般への公表はどっちが先なんだというの議論もあります。で我々とすれば県民健康調査の範囲の県立を超えてですね、あれも出せもこれも出せという立場にはないと思いますが、しかし知りたいという県民の意見を代行して、あるいは代表してこういうことも知らせてほしいということは適宜言ってきたつもりであります。まあ、そこにそのある種の誤解といいますか、なんとなくなんか変だなというかですね、そういうのがあるのかもしれませんが、私は少なくともそう理解しています。その上で阿部先生、今お答えご質問の上で何かお答えになることがあればどうぞ。これは学外専門委員会のことを言われるかと思います。で学外専門委員会はですね、むしろここの患者さん等のですね、手術適用がいいのかどうか、手術の基準等も含めてですね、そこでいろいろ専門家同士が議論するという立場ですね。ですからそこの情報をこの検討委員会に出すということは私自身は難しいというふうに考えています。ごめんなさい、1点確認なんですけど、その部会の予算は東京で開催されてますけれども、国およびないしは県の予算ではないですか、この基金ではないですか。それは当然医科大学に委託していて計上されている予算です。もう一回確認です。県民健康センターの中にある部会という認識なんですけど、つまり山下俊一副センター長が座長をされているという認識で、病院の治療とは別という認識なんですけど、そうではないでしょうか。これは山下先生等も多分入っているかと思いますけれども、それはその甲状腺の純粋な専門家としての立場として入っているということで、そこでいろんな専門家同士の意見を交換しているというふうに認識しています。